はい、親下、私は広島県三原市の三瓶商事の大さんです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、今日はというか、私的には今日からになるんですが、今日からこのパンヘッド君のシートを、純正スタイルに戻す作業をしてみたいと思います。ちょっと合間合間でやるので、つなぎつなぎで完成まで、この一本の動画でいけると思うんですが、まず取り掛かるのにですね、まずシートですね。シート、これ純正タイプ、純正かどうかは分かりませんが、革は張り替えてこう裏側がついています。で、このソロシートに、変更しようと思います。それのなんていうか金具っていうのは、もともとこのこれは2人乗り用のですね、バディシートがついていたので、バディシートは家に置いてるんですが、この金具をこのソロシートにつけて、そしてスプリングをズボッと刺して、純正スタイルに、カスタム純正スタイルにカスタムっていうのかどうかわかんないですが、純正スタイルにしたいと思います。はい、どれぐらいかかるかわかんないですが、頑張るぞ。おう、はいはい。まずですね、これがですね、なぜかこんなものかどうかわかんないんですが、これ入りません。 2-3mm、 このはい、という感じで、この金具の穴をですね、ルーズ穴に、長穴にしまして、とりあえずシートを組みたいと思います。なんだかね、これこっちのスタッドボルトはですね、ここにね、ナットがついてるんです。で、こっちはついてないので、高さが斜めになると思うので、ちょっと高さを調整してやるナットをちょっとかまします。いろいろナットを見ましたけど、ナットいいのがないので、もうワッシャーで高さだけを揃えるようにします。こんな感じで、ワッシャーを4枚、こんな感じで、ここにスペーサーとこの外れないナットを間にかませました。これで斜めになることはないかもかも。結構インチのボルトナットは貴重なんでね。はい、それではこれを取り付けてみたいと思います。まあ、細かい調整とかっていうのは後からやるようになると思うんで、こんな感じかな。これがこういうこと。あ、これでこう挟むんかな。あ、そうだそうだ。なんか面白いですよね、これ。ここ引っかかるようなワッシャーが2枚ついていたので、多分ここのプレートを挟むんだろうと思います。もしこれ違ってたら、知ってる方違うよって教えてください何のためにこれ挟むんかな。でもこうじゃないと意味ない。なかなかインチのね、このナットってないよな。基本持ってないもんね。とりあえずこんな感じ
んな感じ、こんな感じ。なんかね、違ってたら教えてくださいね。はい、では次はこれ、タンクを外して、でフレームにアームを取り付ける。でこのシートはもう取り外すようになります。はい、それではタンクを外すのでガソリンを抜くんですが、それと同時にこのハンドシフトも、外してやらないといけないので、多分ここ走れ夏尽きるその時まで。はい、次はこの今ついてるシートを外したいと思います。はいはいはい、こんな感じかな。さてさてさて、ちょっとほんと仮止め状態なんですけど、よっ、こういう感じ。ふるふる、仮止め。はい、このスプリングを取り付けます。取り付けますというか、スプリングが刺さってたんよな。これが純正というか、日本に来た時に、ついてた。もう見てこれ見えるかな、もう土になりかけてますね。うっとっと、なんかこれがここにこう入って、スプリング機能がない、なくはない。うわ、これはちょっと油に浸しといた方がいいぐらいのほう、すごいなこれ。これサイドバルブ乗ってた時も一回バラしたことがあって、スプリングをね、なんか調整できる感じだったんですよね。いるんだろうな、この辺ちょっとバラせるかどうかちょっとやって、一回これを復旧させてやらんといけんすね。はい、もうどうにもならないぐらいの、もう化石状態になっているので、一回ちょっとこれをちょっとバラしたい。バレるかこれ。サビがすごい。すげえなこれ。サイドバルブの時と同じ形には見えますが、こんなの緩むんか。っていうか、これ工具が入らんじゃん。サビがすごい。
厳しい。すっげえなこれ。はい、ということで、何日にもわたってちょっと撮影してるのでもう途切れ途切れになるんですが、この、なんて言うんですかね、なんとかポストはですね、ここのボルトがもうボルトじゃないな、ナットがもうどうにもならないので、こういう時に里まリサイクルさんに行ってここを全部外してもらいました。やっぱり道具と技術すごいです。もうこんなスースーで動くように直してくれました。ああ、よかった。もうこれ自分じゃどうにもならないぐらいだったので、でですね、何をやりたいかと言いますと、これはあの3つのスプリングに分かれてます。これ前回ちょっと市場というかこうまたがった時にですね、いかに言ってもちょっと足が届かなくはないんですけど、椅子が高くてなんか図が高いみたいな感じになったので、スプリングを1個外してみようと思います。これは以前サイドバルブに乗ってる時も1個スプリングを外して乗ってました。それが正しいやり方なのかどうかはちょっとわからないんですが、こういう風にですね、もうサビサビのもう原型がないぐらいのスプリングにはなってるんですが、この2番目の短いスプリングを外して乗っていましたので、今回もちょっとこれでどうなるか試してみようと思います。あ、これたまらんのんじゃな。でもね、どうしてもさつちゃんもここは外れないということで、ちょっとこれは諦めてくれっていうことだったんですが、なんかちょっと斜めになってるな。よしよし、でこれをこの中に入れてあ、ピンが外れた。ちょっと仮組みなのでグリスとかつけずに、これがこう来て、これがこれをはめて、でこんな感じ。これがどんな感じか、あ、少し足つき性は良くなった。うん。ただ、底付きしやすくはなってますね。まあでも、うん、足がべったりつくので、これでいこう。よし。これで本組みします。
はい、ということで一応組み立ちました。ちょっとどこが何かどうなってるかとかちょっとわからないので、やっぱり乗ってみていろいろ最後のまあ硬さとか締め忘れとかを見てみたいと思います。とりあえず形になりました。次はちょっと乗った走行動画撮りたいと思います。でも一人じゃ撮れないんですよね。このポジションがどんだけダサいかっていうのが、ちょっと表現できないんであれですけど、ちょっとできる限りやってみたいと思います。今日の動画はこれで終わりです。はい、ということでこの瀬戸内ベースチャンネルは楽しいバイクライフ、ガレージライフを大さんの皆さんを応援する動画になっていますので、もしよろしければチャンネル登録とボタンで皆さんの応援をよろしくお願いします。次回は走行動画になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。ガレージもっと広い方がいいな。